なりたいチャンネルです。姉妹チャンネルの青虫の朗読チャンネルにもよろしくお願いします。魔王学院の不適合者第253話預言者朗読を始めます。魔王学院の不適合者第253話預言者。遠くから魔王賛美歌が響き渡り、まもなく歌の終わりに近づいている。その愉快な調べを背にしながら、俺はジオルヘイゼの路地を見つめた。アノス。一辺の雪月花が舞い降りてきて、それがアルカナに変わる。アヒデが現れた？ああ、雷聖火人になりすましていたようだが、それも魔法で作った偽物でな。魔力を辿ってきたが、目の前の路地に魔法陣を描き、ギアスで土を吹き飛ばす。人差し指で手招きすれば、そこに埋められていたメイジュが飛んできた。どうやらこれをおとりにして逃げたか。メイジュにはアヒデの魔力が込められている。これが魔法を発動し、偽物の体に魔力を供給していたのだろう。隠れ竜ビスタをアゼプとした福ダガンの魔法。土くれから人の体を複製し、操ることができる。魔力供給はメイジュから行えても、福ダガンは独立施行できない。操っているのは術者だろう。つまり、魔法戦が繋がっていたというわけか。そう。逃げるために切ったばかり。アルカナがメイジュを両手で包み込む。その体が、魔力の光でまばゆく輝く。その名役は、切っても切れず、縁は繋がり、原始をたどる。魔眼を凝らせば、メイジュから一本の魔法線がすっと伸びた。再生の万人ヌテラ、と、ヒアナの力だろう。切られた魔法線が再生したのだ。ふむ。しかし、対策はしてあるようだな。メイジュからさらに魔法線が4つ伸びる。みるみる数が増えていき、合計で33本の魔法線が繋がった。その先には、どれもアヒデの魔力を感じる。この33本の魔法線のうち、少なくとも32本はメイジュに繋がっているのだろうな。それに自らの魔力を込め、どこにいたかをくらましているというわけだ。残りの1本がアヒデだろうか？複数の魔法線の先をアルカナはじっと見据える。あるいは全てが外れで、本人は魔力を使わずに徒歩勝ちで逃げるつもりということも考えられよう。ジオルヘイゼに響き渡る神竜の歌声は、どうも竜鳴に似た効果があるようだ。俺の魔眼も、さすがにこの町全域は見渡せぬ。33本の魔法線をしらみつぶしにたどるのはたやすい。そう考えれば、魔法戦もおとりで、魔力を使わずに逃げているというのが妥当なところか。さて、どうやって捕まえてくれようか。神竜の霊地の方向からは、ひときわ大きくエレンたちの歌声が響く。魔王賛美歌のクライマックスだった。やがて、ク・イック、ク・イックの大合唱がジオルヘイゼの空に響き渡る。熱狂に満ちたその声は、彼女たちの歌が、この地底の民にも受け入れられた証明であろう。なんとも喜ばしいことだ。ク・イック、ク・イック、ク・イック。ふと、路地の横道から、渋い歌声が響く。ク・イック、ク・イック、ク・イック・ウプー。振り向けば、シンクの騎士服と鎧を身につけた大柄な男が、魔王賛美歌を軽快に口ずさんでいた。少々長めの髪、整えられた立派な髭。外見年齢は40といったところか。だが、その佇まいからは、悠久の時を生きてきた者特有の重みを感じさせた。はあ、こいつはたまらんぜ。合法にその男は笑い、俺に視線を向ける。なあ、地上の歌はいいもんだな。今度、うちにも歌いに来てはくれまいか？ふむ、おかしな男が現れたな。気をつけて。アルカナが警戒心をむき出しにし、その壮年の男を睨む。八神選定者の一人、アガハを治める検定、預言者でイドリッヒクレイチェンアガハ。おうよ、わかっているのならば、話は早かろう。ディードリッヒはまっすぐ俺の元まで歩いてきて、手を差し出す。同じ八神選定者だ。聖戦にて戦うこともあろうが、恨みっこなしで行くとしようや、地上の魔王さんよ。なかなか強胆な男だな。アノス、ボルディゴードだ。ディードリッヒと握手を交わす。ニカッと彼は歯を見せて笑った。選定審判をやりに来たのなら、間が悪かったな。あいにく今はある男を追っている途中だ。挑んでくるのは構わぬが、遊んでやれる時間はない。なあに、今日はお前さんとやり合いに来たわけではない。用があるのはジオルダルの教皇と、それから、お前さんの追っているアヒデという男よ。ほう、そういえば、アヒデがアゼシオンに侵略する際に、王竜とやらを持ち出してきたか。あれはアガハの国のものと聞いたが。おうさ、王竜はアガハの守護竜なものでな。そいつを盗んでいったアヒデとジオルダルの教皇にゃ、一つ、落とし前というものをつけてもらわねばなるまいて。それは悪いことをしたな。その守護竜とやらは、俺の配下が滅ぼしてしまった。そう口にすると、ディードリヒは合法に笑う。ガハハ、人が良いものだな、魔王よ。そいつはお前さんの責任ではあるまいて。ジオルダルの枢機卿と、それを見過ごした教皇の仕業というものよな。ふむ、違いない。それで、アヒデの不始末の攻めを教皇に取らせるため、王自らわざわざ出向いてきたのか？死者を送ってもなしのつぶてにされるものでな。このまま放っておけば、民に示しがつくまいよ。下手をすれば、ジオルダルとの火種になる。さすがに、そいつはたまったものではあるまいて。アガハの教えが、ジオルダルに軽んじられるということだろうからな。いらぬ火種は王として望むものではあるまい。ならば、俺に挨拶などしている場合ではあるまい。気にせず、教皇に会いに行くがよい。そうしたいところだが、ジオルダルの教皇は祈祷に夢中のようだ。あちらさんに会う気がないものでな。お前さんに挨拶しておくのが、最善になろうというものなのだ。ふむ、話が見えぬな。すると、ディードリッヒの後ろから正常な声が響いた。預言者ディードリッヒは、スータの未来を知る者。常人の目には映らぬ遠く離れた未来への因子を、彼は見通し、正式未来を歩むことができるのです。ディードリッヒの背後の空間がぐにゃりと歪み、そこへ青緑のローブをまとった女性が姿を現す。肩まである髪は藍色で、二つの目を閉ざしている。両手には透き通るような水晶玉を抱えていた。見るからにまとっている魔力が、竜神のそれではない。アルカナと同じく、神族だろう。こいつは未来神ナフタ、俺を選んだ選定神だ。預言者と呼ばれているのも、ナフタがいるおかげでな。ディードリヒが言う。未来神か。ナフタが本当に未来の秩序を司るのならば、アヒデの時とは違い、預言者という肩書きも眉唾ものではないのだろうな。つまり、ここで俺に挨拶をすれば、回り回ってお前は教皇のもとへたどり着くことができる。その未来をすでに見てきたというわけか？おうよ。もう一つ予言するなら、アヒデという男は、神竜の霊地に姿を現すことになるだろうよ。一度、姿を現した場所には二度は行かないだろう。と俺が考えるとでも思ったか？あれだけの竜神がいる場所だ。人混みに紛れ、逃げるつもりだとしても不思議はない。現れる時間は？もう頃合いといったところだろう。では、確かめてみよう。流域の隙間に魔眼を向ける。いけそうだな。ガトムを使う。一瞬、目の前が真っ白になったかと思うと、大かがり火が見えた。神竜の霊地だ。祭壇の前では、ジオルダル聖歌隊が聖歌を歌い上げている。あたりに視線を向け、ざっと一帯を見渡せば、祈りを捧げる多くの信徒たちの中に、不自然に動く人影があった。アヒデだ。人混みをかき分け、このまま逃げようとしているのだろう。彼はそそくさと神竜の霊地から、ジオルヘイゼの外を目指して歩いていく。多少人混みが軽減されたところで、その肩を誰かが掴んだ。ディードリッヒだ。俺と同じく転移してきたのだろう。よう、ジオルダルの元枢機卿さんよ。俺のいねえ間に好き勝手なことをしてくれたではないか。アヒデの顔面が蒼白に変わる。ディードリヒ。王竜の落とし前をつけてもらわねばなるまいな。おのれ。アヒデが手にした命樹に魔法陣が積層される。アゼプト、力竜で色が発動した。竜の力を得たアヒデは、ディードリヒの腕をつかみ、そのまま引き剥がしにかかる。だが、びくともしなかった。アヒデは口を開き、炎を吐き出そうとする。それがあらかじめ分かっていたかのようにディードリッヒは手で口を塞ぐようにわしづかみにして、反魔法を張った。くほー。吐き出された炎が逆流し、愚か者の内臓を焼く。く、いっく。く、いく、く、いく。歌を口ずさむ余裕を見せながらも、アヒデがひるんだ一瞬の隙に、そのままディードリヒは奴を地面に組み伏せる。ってところか、おとなしくしな。屈辱に顔を染めながらも、アヒデは叫んだ。神はいません。皆、目を覚ますのです。全能なる高校エクエスは、教皇の作り出した真っ赤な嘘です。おかしいでしょう。神竜の歌声は響くのに、誰一人として神竜を見たことはない。そんな者はいないのですよ。神はいな、ゴブー。アヒデの元へ移動した俺はその頭を踏みつけ、口を塞いでやった。そう騒ぐな。敬虔な信徒に迷惑だ。地面に口を押し付けられながらも、うめくように奴は言う。なぜ覚めない。なぜこれだけやっても夢から覚めない。答えは教皇にでも教えてもらうがよい。足で軽くアヒデの顔面を蹴り上げると、その後頭部をつかむ。驚いたように、信徒たちはざわめきを発しながら、俺たちをじっと見つめている。邪魔したな。祭礼を続けてくれ。そう言って、アヒデの後頭部をつかんだまま、教会の方向へ歩き出す。ディードリヒが俺に並んだ。この男は教団に突き出すが、それとは別に教皇との会談の機会を作ってもらうことになっていてな。手伝ってもらった例だ。一緒に来るか？そいつは長女、魔王の行為をありがたく賜ろうではないか。豪快にディードリヒは笑った。しかし、未来が見えるというのは妙なものだな。例えば、俺がいたずら心でお前の予言を外そうと思えば、連れて行かぬ未来もあったのではないか？なあに、未来神ナフタのことをお前さんが知ることも含めての予言だ。お前さんは、いたずら心よりも義理を優先する男だというだけの話よな。アヒデの居場所も、俺がディードリヒを教皇に合わせようという気になることも、俺がいたずら心など決して起こさぬということも、すべてわかっていたか。未来が見えるというのは、本当のようだな。予知ができるというに、なぜ王竜を盗ませた？先が見えすぎるというのも、これが案外困りものなのだ。王竜を守ろうとすれば、今度は別のものが守れまいて、本来は目に見えぬ危機を取り除かねばならぬものでな。自らの国の守護竜を捨ておく未来が最善だったか。ふむ、その予言とやらは、どのぐらい先の未来までわかっているのだ？そうさな。遠くを見つめながら、ディードリヒは言った。地底の終わる日ぐらいまでは予言できるだろうよ。次回は、魔王学院の不適合者、第254話、教皇、高評価、チャンネル登録、お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。